それでは今週のゲストをご紹介しましょう。シンガーソングライターのビーチェさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビーチェさんはですね、はい、急遽っていうか夜中に一曲か二曲演奏してもらうためにわざわざ来ていただいたことがあります。あらららら、そんなレコードね。それ以来ですよね。それ以来ですね。ですね。で、叶えられない恋のためにというニューアルバムが完成して、はい、本日ゲストに来ていただいております。はい、しかもエディメイドが、うん、そうですね、そう、コロンビアの松本さんっていうユニークな宣伝マンがいるんですけど、その人から電話がありまして、はい、コニーさんがビーチに会いたいと。ほうほう。あれ、なんで私の曲とコニーさんで全然結びつかないんだけどなみたいな感じでしたけど、うん、会いたいとおっしゃってくれているので、うん、恵比寿のウェスティンのロビーでですね、なんかかしこまった感じで、はじめましてみたいな感じで行ったんですよ。で、コニーさんも私の顔を全然見てくれないし、あ、どうも、違うみたいな、なんかちょっとこっち見てくれませんかみたいな感じで、なんかすごい照れ屋なんだろうなと思って、で、すごい照れ。で、その時に相当私の過去の作品をですね、褒め殺しというか、殺したはないですよ。いや、もう本当にあなたは天才だからみたいな感じで、もう自信を持った方がいいとか言って言われて、でも私全然もう劇版っていうか、うん、サウンドトラックの仕事で、うん、ドラマとかアニメの、うん、その仕事でいっぱいいっぱいだったし、うん、その歌物を久しぶりに書くっていうことに対して、うん、ちょっと打ち込みとかも完璧にしなきゃ嫌だしとかいろいろあって、うん、またその作業をやるのかとか思って、うん、1回はお断りしたんですよ。あ、で、でも家に帰ってきたらすごいストックがたくさんあって、めっちゃいい曲じゃんとか、意外にいいかもしれないと思ってコニーさんに電話して、はい、ちょっとデモテープ MP3 で送りますと。あ、で、送ったら、うん、もうこのまま出せるじゃないですかみたいな感じで言われて、アレンジまで結構やっていたので、それでこうやって今日みたいな感じにラジオに出られたりするリリースを、リリースができまして、なんか不思議な縁だなと思いますね。ごめん、最初聞いた時に俺コニーさんプロデュースで、コニーさん入ってるのかなって思って、私もそう思いました。でもコンさんとまたちょっと違うから頑張ったのかなと思ったの、お兄さんがそうそうそう、いつもの感じと違う感じで頑張ったの、すごいいいアルバムだなと思って見たら、全部仕事そうなんですよね、アレンジもね。あの人の書く詩もちゃんと女性的じゃないですか。そうですよね。クリさんは完璧に詩と曲が同時に出てくると、タイトルが決まったらもう曲はできたも同じっていう方なので、私が詩が書けないっていうことを理解してもらえなかった。そうで、最初の1行だけでいいからなんとか書いてほしいんですけどって何度も何度もしたんですけど、結局なんか無視されてて、なんか小西さんね、ダメだと全然無視するんですよ。そうね、それで引っかかるともうものすごいすぐに返事が返ってきたりするんですけど、面白い人だなと思って、すごい純粋に音楽が好きな方で、でもなんか小西さんが羨むような、もうタイトルがいいっすね、うん、ただ恋しくて会いたいなんてねっていうタイトルってすごいすごいなと思った俺。もういや、そりゃ小西さん天才言うわって、こんなの出ないよ、いや、すぐ出ないかも、いや、出ない言い切り天才だわこれ、すごいわ、なんでちょっと、うん、天才の片鱗を聞きましょう、ここで、うん、はい、そうですね、はい、じゃあ曲紹介、ビーチさんから、はい、これは人
間の究極を知ってしまおうという壮大な曲なんですけど、面白く仕上がってます。ビーチでレッドバルーン聴いてください。はい、ビーチさんでレッドバルーンを聴いていただいておりますが、いや僕も今回のアルバムを聴いて、あのすごいファンになりました。ありがとうございます。すごい、素晴らしいですよこれ。ありがとうございます。次にちょっとその、ね、今後のライブスケジュールなんですけれども、はい、東京はどんな感じですか。8月7日にラフアウトっていう雑誌の、はい、イベントなんですけど、クラブオーセンティカですね。クラブオーセンティカで、はい、スーパーラウンジを帯そこでやるのと、うん、あと、大阪が8月10日、はい、アップストアと新サーバスの店、うん、そこでやるのと、あと8月17日にまた銀座でアップストアやります、はいはい、あと9月15日祝日なんですけれども、はいはい、区切りとしてワンマンライブを行います、うん、下北沢の440という、はい、近所です。近所モナレコードのめちゃめちゃ近所なんですけど、はい、見に行きます。見に来てください、はい、詳しくはあのビーチェ BICE で検索してもらえれば、うん、オフィシャルサイトが出てくると思うので、チェックしてみてください。はい、というわけでね、あのライブねこれからいっぱいありますけども、はい、風は気をつけて頑張ってください。 ありがとうございます、はい、ゲストはビーチさんでした、うん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。